早起き。そうなんですか。はい、そしてどこでも昼寝をしちゃうんだって。今日は昼寝してきましたか。もうしてたの。早い、すごいね。じゃあね、桜木、これから一緒に司会を務めていくんだけれども、桜木はですね、人を喜ばせることが大好きなんだそうです。なので今日はたくさんのね、この会場の人を喜ばせてくださいね。はい、よろしくお願いします。ということでね、桜木と一緒に司会を務めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、皆様、はい、マイク、あ、桜木喋れなかったねね、みんな一生懸命頑張ってたよね。今紹介したんだけど、いつも桜木とはオータムフェスティバルでも私司会をさせていただいておりますのでね、神奈川選手学の皆さんもまたね、来月お会いできるので楽しみだよね。はい、今のね、包みカメラ、12の演目でやってるっていうことなんだけど、もしよかったら桜木も今度13番目の演目として桜木の舞っていうのでちょっとこう披露したらどうかな。ね、頑張ってみてね。はい、どうもありがとうございます。